レディオアクアス、アクアス、アクアス、デレレデン、アクアスエイトドゥア、アクアスエイト木八。皆さんこんばんは。こんばんは。はい、この番組は栃木県那須塩原市ソスイスクエアアクアスにあります、アクアス広場からお送りしております。はい、7月の今日は12日ですね。はい、まだ梅雨が明けませんからね。湿気ないですね、そんなに。湿気てる、ジメ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 してます。雨降ったら雨そう、でもちょっと降ってたんですけれども、今は止んでる。少しね、うん、ちょっと南の方はね、すごい大雨で大変なようですけども、はい、こちらからはじゃあ元気にお送りしましょう。木八担当は私、アッコと、はい、DJ トムです。はい、よろしくお願いします。はい、って言っちゃった、ごめんなさいあと技術のアッコです。はい、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。そして今日のゲストの方はフジフィルさん、はい、この後ろにね、お店がちょうど映ってると思いますけれども、フィルさんとはこのお店、はい、何のお店でしょう、こう画面で見えるでしょうかね。はい、はい、ちょっと可愛らしい、ちょっとちょっとじゃないでしょうちょっとプチをかけて、あうまいですね、はい後でお話をたいと思います。はい、はい、じゃあ今日は7月12日ということで、今日は何の日。はい、今日は何の日、ラジオ本放送の日。なんかこれ去年も紹介したのかな、もう1年前経つんですかね。あの東京放送局、現在の NHK がラジオの本放送を開始したのが1925年の今日になります。ローリングストーンズ記念日、イギリスのロックバンドローリングストーンズがロンドンのライブに初出演したのが1962年の今日。そして宮崎駿監督のアニメーション映画もののけ姫の封切りが1977年の今日。あとはね、1997年です。はい、あとはいつもの通りあの言葉遊びで、洋食器の日、日本金属洋食器工業組合が制定したんですけども、ナイフの日ということで、7月12日ナイフの日ということで、洋食器の日となっております。そして今日の、ね、本題といいますか、北海道の南西沖地震が1993年の今日午後10時17分に、まあ、起こってしまったんですけれども、まあ、それも、ね、大変な被害をちょっともたらした大きい地震だったんですけれども、気象庁では地震発生後5分で津波警報法を出したんですけれども、この5分で出したっていうのがどのくらいかといいますと、ちょうどそれから遡ること10年前の日本海中部地震、その時には地震発生から津波警報の発表まで14分かかって、これは時間かかりすぎだろうということで、いろいろまあ努力した結果、まあ10年でね5分に短縮したんで、随分努力はしたんですけれども、この地震の津波がですね、第1波が地震発生後 2,3 分で来ちゃったという、まあ本当にね、自然の力とのいたちごっこっていうか、まあ、特にこの時は早くて、そして、5分後ぐらいにはあの、発電所、まあ、これは水力発電所なんでね、まあ、今回のような問題にはならなかったですけれども、発電所もまあ5分ぐらい後にはもう津波にかぶってしまったというような形で、そしてこれがちょっとネタにしていいかどうかあれなんですけれども、ちょうどその日、第40回衆議院選挙総選挙が近かったために、政見放送テレビは流してたんですけども、それをその全国ニュースを
切り替えていいのかどうかっていうことで各放送局かなり問題になって、まあ、地震の、報道とかがちょっと遅れたっていうことがあるみたいなんで、まあ、簡単にはね、地震の方が先だろうって思っちゃうんですけども思っちゃうんですけど公職選挙法で持ち時間とか決められてる中の放送だったんで、まあ、現場の判断だけではなかなかね難しいっていう一面もあったそうです。はい、そんな7月の12日です。はい、いろいろありました。アッコのハート作ってください。心理テスト心理テスト、心理テストという、ね、コーナーがありますのでお付き合いいただきたいんですけれども、まず頭からこうにしてじゃあちょっとイメージをしてください。はい、まあ、ちょっと今日簡単かな問題。あなたが問題はね、はい、あなたがねゴミを捨てようとしています。はい、何のゴミとかどこに捨てるとかいうのは、まあ、ちょっと自分の中で想像してどんな感じでもいいんですけれども、あなたがゴミを捨てようとしていたら、はい、ここへ誰かがやってきて、はい、あなたに何か言っています。うん、なんと言っているでしょう。A、B、C でこれだけなの問題。A、そんなところに捨てちゃダメじゃない。 B、そこに捨てておけばそこに捨てておけばいいんじゃない。 C、どうして捨てちゃうの。誰かがあなたに言ってます。そんなところに捨てちゃダメ、そこに捨てとけばいいよ、どうして捨てちゃうの。決まりましたか。はい、決まりました。はい、では A、B、C で。私 B です。 B で、うん、B のそこに捨てておけばいいじゃない。自分が言うんじゃないですよね、言われるんですよね。言われる、うん、なんて言われたかなっていう。はい、 A です。 A、 そんなところに捨てちゃダメでしょ。はい、トメさんは C。 C、 どうして捨てちゃうの。 A、B、C 揃いましたね、珍しくね。はい、和光さんは D。 ないです。すぐ D とか言う。捨てるならちょうだい。おー、まあ B じゃない、とりあえず捨てさせといてね。ああ、そういう。とりあえず何かにしてください。A、B、C。B で。はい。ではね、このテストで何がわかるかというと、どうすればあなたが人に好かれるかがわかります。あなたに話しかけている人というのは、あなたの中のもう一人の自分です。その自分がどんなことを言うかで、あなたの人に嫌われやすい部分というのが見えてきます。そこからどうやったら好かれるようになるかというね、ヒントが分かるということなんですけれども、ちょっとリスナーの方も A か B か C かって入れてくれたりするんで今。大丈夫ですか？誰かいらっしゃいます？いいですか？診断の方じゃね。A のそんなところに捨てちゃダメじゃないという。A ですね。はい。あなたの中のもう一人の自分は、あなたのすることを常に見張っている厳しい監視役です。その自分が他人のすることにも口出しする
ため、あなたは人の欠点ばかりに目が行きやすく誰に対しても批判的それがちょっと人に、まあ、嫌われるとしたら原因になるということで、もっと他人のいいところに目を向けて時には相手を褒めてあげるようにしましょう。そうですね、まさしくですね、まあ、自分自身に対しても寛容になって、自分の長所を見つけて褒めてあげるというのも必要ですね。はい。 B、 そこに捨てとけばいいじゃないという方。さあ、あなたの中のもう一人の自分はいつもあなたの味方で、あなたのすることを勇気づけてくれる存在はい、あなたはストレートに自分の欲しいものを追い求め、何でも自分のやりたいようにやろうとしますでも端から見れば協調性に欠けて自己中心的で自分勝手な人という印象を与えたり、まあ、そういうのが原因、嫌われちゃうとしたら原因になります。はい、あえて目立たない縁の下の力持ちのような仕事を買って出たり、人のために何かしてあげたり、そういうことで周りの人から好かれるようになります。出ますか？距離を置いて眺めているようなところがあって、端から見ればなんとなく冷たい人、打ち解けない人という印象を与えてしまうのです。そんなあなたはもっと自分をさらけ出すことが必要。勇気を持って自分の特技とか趣味を人前で披露してみては、そうすると好感度間違いなしという。問題は簡単だったけど、答えは2人とも合ってます。そうですか。すごい、すごい問題ですね、ゴミ捨ての話からそんなことになりますけれどもね、はい、トムさん、どこ行きましたか？どっか行っちゃいました、トムさん。どうしたんでしょう。よくあることなんですか？まあ自分勝手ですかね。